その時に支払わなきゃならない。あとはカスタマイズの変更はできない。キャンセルが一切できない。かなりね、お店に有利な条件なんですけれども、まあしょうがないんで。おはようございます。と言ってももうお昼です。あったかいのかな、今日は。そんなヒヤーっとした感じはないですね。これからいいお天気になるそうですけれども、まだ曇り空です。かみさんがコンタクトをなくして今作りに行ってるというか注文しに行ってるとこなんで、お昼になっちゃったから合流して一緒にお昼ご飯でも食べようかなと思ってます。なんかコンタクト作るのもね、眼科で検診を受けなきゃならないってことで今眼科を待ってるそうです。なんか空気がしっとりとしてていい感じです。それではまた。天正みくじというのやってみました。大吉だそうです。佐藤達馬選手、大吉やった。ジェッツの応援歌流れてます。頑張れ千葉ジェッツ船橋。久しぶりにボーノ来ました。こぼれスパークリングワインが仕事前なんて飲めません。また改めていきましょう。豆カモアンチョビ、イワシ、鶏のなんか、ね、鶏と卵のピザ。最後に来たのが生ウニのクリームパスタ、トマトクリームパスタ。すごい贅沢なランチ。完璧に食べ尽くしました。あ、そっか、まだ来るんだね。デザート、ドルチェって言うんだっけ、イタリア語では。パンナコッタです。はい、こんにちは。嬉しいです。 MacBook Air 頼んできました。Mac mini を使ってるんですけれども、M1 チップの Mac mini がいいもんですから、MacBook Air も欲しいなーってことで、ずっとおかみさん頼んでまして、4月に退職金が入るんで、それで買ってもらうことにしまして、先ほどオーダー行ってきました。ララポートに2件 Mac 取り扱いしてるお店があるんですけれども、1件はビッグカメラ小島ですね。そこなんですが、カスタマイズができないらしいんですよ。カスタマイズできるお店は他のところになっちゃうんで、船橋駅のところで受け取るっていうことになるらしいんですけれども、そうするとララポートのポイントがないんですよね。それでもう一件、シースマートというところ。これはどこっつったかな。カメラの北村のそういうマック専門店らしいんですけれども、そこに決めまして行ってきました。カスタマイズしてくれるってことで、まあカスタマイズとしては、US のキーボード、カスタマイズになるのかな？メモリーを 16GB のものということで、オーダーしてきました。それで、オーダーといっても仮オーダーみたいな感じで、注文、オーダーした際に、その時に支払わなきゃならない。あとは、カスタマイズの変更はできない。キャンセルが一切できない。かなりね、お店に有利な、条件なんですけれども、まあしょうがないんで、それでしてきました。で、お支払いするってことだったんですが、今ララポートのポイント3倍キャンペーンみたいのがあるんですよ。アフター5ポイントアップっていうのなんですね。それがあって平日限定で5時以降に
カード使って支払いをするとポイントが100円につき3点になるんですよ。要は3倍ですよね。で約15万ぐらいなのかな、はい、それが1500円のポイントが4500円になるということなんで、注文はせずに来まして、明日改めて5時過ぎに行きますよということでお願いしてまいりました。まあ2週間、アップルのサイトで頼んでも 2,3 週間ってことなんで、まあそれプラスアルファでつくんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ1ヶ月ぐらい先になるんじゃないかなと思うんですが、はい、MacBook ユーザーになれます。前に使ってた MacBook Air が2012年とかそこいらなんでね、久しぶりに MacBook のユーザーになれます。これでね、外でも動画編集できます。とノートの PC はデルのXPS というものを使ってるんですけれども、それはなぜ動画編集ができないかというと、まあ CPU もちょっと頼りない面もあるんですが、今使ってる動画編集ソフトがですね、 Final Cut Pro というもので Mac 専用なんですよ。それなんで Mac じゃないとできないんでそれが口実です。はい、なんとか買ってもらえそうなんでね、嬉しいです。では明日正式に契約という形で行ってきたいと思います。それではまた。